ファンタジーラジオ。はい、マノッチです。よろしくお願いします。はい、ですね、今回はね、合コンで使える心理テストということでね、やっていきたいと思います。うん、でこれはね、男性から女性に対して質問する形の心理テストです。うん、まあやっていこうか。うん、こちらです。はい、スカイダイビングにて想像してください。今からスカイダイビングに挑戦します。1、挑戦する前の気持ちを想像してください。2、大空に飛び込みました。急降下している時の気持ちは。3、無事に着陸した時の気持ちは。はい、考えてください。想像してください。はい、いいですか。はい、でこれの答えがこちらです。はい、1番が初体験の前、女性がね、初体験の前の気持ちで、2番が最中の気持ちで、3番が終わった後の感想。まあ、ちなみにこれ俺男なんだけど、俺もやってみました。うん、で1番の答えが怖いな。うん、で2番、早く終わんねえかな。で3番、もうやりたくねえ。これでしたね。はい、で次行きましょう。はい、鍋パーティーにて友達が鍋の具をお皿に取り分けてくれました。しかしそれはあなたが嫌いなものでした。その時あなたはどうする。はい、どうしますか。はい、でこれの答えがこちらです。好きじゃない人に告白された時の返事の仕方が分かります。そのまま我慢して食べるって答えた人はとりあえず付き合う、皿に入れたまま放置は返事せずにする、嫌いだと正直に言うはちゃんと断るっていう感じらしいです。うん、ちなみに俺はありがとうって喜んで食べるって答えを出しました。はい、もうね、告白されたら付き合っちゃうよね。うん、次行きましょう。真っ裸で、あなたは裸でいます。目の前から大好きな人はこちらに向かって歩いていきます。一箇所だけ隠すことができます。あなたはどこを隠しますか。はい、どこを隠しますか。はい、でこれの答えがこちらです。あなたが隠した場所は恋人に一番触ってほしいところです。はい、ちなみに俺は、真っ裸でいるときに両手で顔を隠すって答えました。はい、なんかまあ想像したら滑稽だよね。ああ、恥ずかしいよね。全裸で顔だけ隠してる男だからね。はい、次はラストです。はい、4文字熟語。はい、あまり深く考えず好きな4文字熟語を2つ挙げてください。はい、好きな4文字熟語2つね。うん、これあんま深く考えない方がいいです。うん、はい、 OK ですか。はい、でこれの答えがこちらです。1つ目、自分の人生観。2つ目、自分の恋愛観。はい、ちなみに俺は1つ目が傍若無人、2つ目が弱肉強食って答えました。もう終わってんね。うん、はい、まあこんな感じでね、終わりたいと思います。まあ明日からね、使える合コンのネタです。はい、ナッシュタグ、グーの声聞こえるかな。うん、はい、ちなみに俺は合コン行ったことありません。それじゃあ終わります。バイバイ。